はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんにですね、宇宙最強カードと言われている自爆解放というカード、これをお見合いしていこうと思っていまして、この謎の手、これ何かという話なんですけども、リュウ実況チャンネルの動画をいつもご覧いただいている方であれば、たまに僕がこれで殺されてるのよく見ると思うんですよね。それです。どういう効果かっていうと、フィールドにレベル60のモンスターが召喚特殊化された時に、自分のフィールドのレベル10の自爆モンスター1体をリリースして、相手フィールド上のモンスター全部破壊しますよみたいな、破壊したモンスターの元々の攻撃の合計のダメージを与えますよっていう効果なんですけども、これ自爆モンスターを用意しないと発動基本的にはできないんですけども、ロールバックっていうね、インチキーカードを使うと、コストを無視できますんで、この自爆モンスターがいなくても発動ができますよと。レベル60のモンスターが召喚特殊化された時っていう、上限は無視できないんですけど、このコストは無視できるということで、何この自爆解放で相手のフィールド上のモンスター全部ぶっ破してワンキルするみたいな感じの、ギミックになっています。で、何とコンボするかっていうと、このナイトメアデーモンズっていう、このよくわからない、トラップカードがあって、この自分のフィールド上のモンスター1体リリースすると、ナイトメアデーモントークンっていうのを3体相手に送りつけられますよと。で、ナイトメアデーモントークンが破壊された時に、そのモンスターが1体につき800ダメージを与えるということで、まあ、全部破壊することができれば、2400のダメージが与えることができるんですね、相手のライフに。で、この自爆解放は、全部モンスターを破壊して、で、そいつの元々の攻撃力のダメージを与えるってことなんで、2000×3 なんで6000が入ると。で、6000足す2400で8000以上のダメージが、バーンダメージでこの2枚によって入るっていうことなんですね。で、これを、墓地肥やしたらいけるんですよ。ロールバックでコピーできるし、で、ナイトメアデーモンズっていうカードがデーモンカードなんで、そのトリックデーモンが墓地を送られると普通にサーチができるんで、なんかとりあえずなんかクソ適当にティアラメンツとか使って墓地肥やしたら、コンボパーツ揃いますので、今回はクソ適当にティアラメンツに見せかけて、自爆解放でワンキルするっていううんこみたいな一挙、ぶん投げていきたいと思います。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。あー、罠きすぎ、ちょっと罠きすぎですね。まあ、でもティアラメンツネーム2枚来てるから、まあいいか。マジで通してください。ティアラメンツが通ります。通してください、よろしくお願いします。ウララケア、伝説のウララケア来た。世界大会とかでも結構あれよね。これデッキトップ強すぎないか。これなんかもうコンボパーツ揃ったぞ俺多分。でトリックデーモンと、まあ、ハーフニス君の効果発動しまして、これ何のチェーンだろう、 G かな。いやもうこれコンボパーツ揃ってんだけど俺。こんな早く揃うことある？なんか落としたいカード2枚とさ、サーチしたいカード1枚、これ手札に加わったからさ、これもうこれコンボパーツ揃ったってことでいい？そんなことある？ちょっと G 打たれたんでちょっと一回ここで止まるんですけど、普通にちょっとマジで反動強すぎて、増殖する G のドロー1枚で先行ワンキルできるってマジ。あ、裏、あ、全然いいよ。全然 OK。全然 OK。全然いい。OK。了承。これマジ？おい、これマジ、最強じゃねえか。これ、誘発2枚撃たれて、ドロー、増殖する G のドロー1枚で先行ワンキルできるぞ、おい。おい、ちょっと待って、宇宙最強できてきたわ。ちょ、みんな、やばいって。宇宙最強できてきた。これ宇宙最強だって。ちょ、ナイトメアデーモンさぞ。で、自分のフィジョンモンスターリリースして、トークンを相手の盤面に送りつけて、お前モンスター何特殊召喚してんだ、何モンスター特殊召喚してんだ、やめとけ。バーバーバードーン。おい宇宙最強やんけこのデッキ。うわー来た、愚かな2枚コンボ来た。愚かな2枚コンボまあまあ強いなこれ。服装からでいいか、服装発動なんかあるね。まあトリビーカラムでトリビーさんの効果発動しまして、ちょ一旦とりあえずペルレ持ってきたいんだけど、なんかある、なんだろうなこれ、ウララかジーかちょっとわかんねえな。ペルレイの持ってくるでしょ、どうすかペルレイの発動はしていいか。ペルレイの発動、まあ、召喚権は使わないから、ペルレイノでレイノハート持ってきてていいか。はい、
愚かな埋葬もあるんで、なんか融合はできそうですね。ここの辺になんかレイノハードとかに無限コードとか打ってくんねえかな。ちょっと一旦このセットして、でまあシェイから入る。でシェイレーンちゃんの効果発動しちゃうんで、なんかある、なんかあります。あ、 G ですよね。なるほど。ちなみにこのデッキ G 打たれたらどうしたらいいかわかります皆さん。そうなんですよ、突破するんですよ。そうなんですよ、突破するんですよね。トリックデーモンの効果と、あとはロールバが今手札にあったとセットされてて、これを破壊すればいけるから、ね、一応ね、自爆解放が落ちればなんかいけそうな気がするんだけど、まあ、とりあえずトリックデーモン持ってくるわな。トリックデーモンじゃねえや、ナイトメアデーモン持ってくるわな。まだなんかあんな、まだなんかあるわ。でこれちょっと一旦レイノハート召喚して効果発動したい。なんかあります先生、なんかあります、なんかあるね。あ、包容、あ、でもそこに打ってくれるんだ、キットカロじゃなくて。なんだ、ティアナメンツここに打ってくれたらなんか割と貫通できるぞ。そんなことあるんだな。もう一度持ってんのか。ちょとクロノダイバーリダン一応行くわ、一旦な。とりあえずもうこれで、ウララは飛んでこないことが確定した。で、G1 も打ったっていうかよくて、まあ無限砲エフェクトベーラー、まあ、ニビル、エフェクト、あと無限砲用もまだあるか、多分相手。で、シェイ効果。いや、ここで無限砲用引かれなきゃなんとかなんだよな。で、キトちゃん出すでしょ。無限砲用は基本的にキトカロスに撃てと、言われていたんですけども、まああれか、ペルレイの発動してあるからってことなんかな。ちょっとわかんない。ペルレイの効果。で、これでトランザクションロールバック破壊できるから、あとは、自爆解放を落とせれば、これ通るんだ、効果。これ通ってるね、効果。あと、自爆解放落ちたらいける。クシャトリラー、どうでもいい。で、2枚肥やして、いや、これいけるぞ。え？いや、ロールバックじゃない。ロールバックではない。ロールバ一発っていいな。ロールバ一発って、ハリムシコピー。ちょ、マジで頼む。あ、自爆解放落ちた！オッケー！勝ちました、勝ち申した。入ってないとは思うけど、なんか DD クローとか入ってたらやばいので、一応ドローの枚数を抑えまして、夜から埋葬で、まあ、一応念のため白いかなんか落としておきます。まあムドラでいいや。一応ちょっとキトカロスの効果だけ使っとこうかな。キトちゃんの効果だけ使っておき、いやもうでもドロー枚数1枚くらいはまあ許して。で、ティアラメンツ、クシャトリラ、はい。はい。で、5枚肥やし、3枚肥やし、8枚肥やし、よし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 。自分。はい。あ、オッケー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 。あ、全然、あ、全然強いね。全然強いね。さ、なんか、盤面クソ弱そうに見えるけど、お前のライフは一瞬で消し取ることを分からせてやるぜ。一応、スタンバイフェーズに、リダンの効果、使っておきますか。一応念のためなんかあるかもしんないから、一応ちょっと一応様子見。はい、お伺いを立てて、なんかあるもんね、これなんかあるね。お伺いを立てる、お伺いを立てていく。はい。で、ナイトメアデーモンズ発動する。これはもうリターンいらねえや。リリース。で、あなたのフィールド上にトークンを差し上げます。数を差し上げます。まだいいです。はいはいはい。おい、お前何モンスター特殊召喚してんだ。お前何モンスター特殊召喚してんだ。頑張れ。はい、パー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 ドーン。何が起こったかわからねえから、テキストをよく読むことだな。いや、これ割とハンド強くねえか。これ結構、これ、オーラシから入って、トリビカルマ巻き込んで、みたいなことしたら、なんか意外といけんじゃね？誘発なくてもやっぱティアラメンツってなんか手数でなんかゴリ押せる可能性があるの強いよな。BF か、ゴリ押せるかもしんねえわ。ちょ、あのデッキは妨害が多すぎる、あまりにも。ちょっと待って。それはちょっとやばいかもしれないな。ブラックフェザーってなんか展開通るとさ、世界終わらせられる展開力があるんだよね。ちょっと妨害が多すぎるかな？これはやばいかな？何もないと。まずいかな？先行番長かな？あ、これランク5でなんかあれか、エクシーズ入ってる、なんだっけ、レイドラプターズ入ってるタイプのブレイブストレックスでしょ。あー、やばいね、これやばいかもしれん。レイダーズナイト、ストレックスでリトルナイト、
言うてそんな盤面あんま強いな。なるほど。いやこれってことはだ、まあ、とりあえずあのランクアップマジックはセットされてはいるんだが、あ強いねこれも。いや一旦大嵐から入れればワンあるか。いや完全耐性きちいな。完全耐性打点5300ちょっとぶち壊れててやべえんだよな。ちょ一回大嵐打たして、大嵐ナイトメアデーモンズやばい、ちょ大嵐打たしてナイトメアデーモンズやばい、ちょっと待ってナイトメアデーモンズやばい、大嵐を打たせろ、待て待て、やめろー、そんなことしちゃいけない、待って、あー大嵐打たせて、は大嵐打たせろよ。